踊ってみた。そういえば、え？どうも、ゆきてんです。ねるです。はい、みきです。そういえば、まあ、さっきのさ、アトラスの話しようとした時にラジオ始めちゃったからファミリーの話しようかどうしようか迷ったんだけどさ、はい、君にあの俺のさ編集画面アウトラス見てるよね、うん、だいぶ情報量多くない？情報量多いねあれ逆に困惑するよねあやっぱあの最初の方ノイズかかりまくってるから主画面にできないんだよね。でしかもね一番最初俺の画面がね早送りされた。え普通にさ撮影してさパッと見るとちゃんとなの、うん、ただ AVAU に入れるとそれが半分ぐらいになって強制早送りされるっていうただ音声だけはまともっていうだから使えなかったんだよ最初だけで途中から。これがね結構問題でね俺は最初のやつはその現象が起きて使えなかった、うん、N さんはノイズがすごすぎて使えなかった。俺の、まあ、俺はマイクの設定がミスってたっていうのがあった、ね、でハオさんはしょうがないんだけど、うん、しょうがないんだけどその時しゃっくりがすごすぎたのとそれはもうもう攻めらんねえよ。ただもう一個あの鼻ずるがすごい量が多くてそのダブルコンボだから 数秒に必ずどっちかが来るのよがずるっあの初回のやつは全員がミスるいやリフテに関してはマジで、ま、俺は悪くねえだリフテは悪くない。俺に関してはマイク設定ミス。アオさんは生理現象ていうかまあ俺の場合はまあ勝手ばっかでいろいろ設定が完全に終わってなかった、うん、難しいからな。だから最初の方は、うん、でもあの一回サーバー落ちしてやり直したじゃん最初って、うん、だからその次のやつの映像はちゃんとだった。だからほぼ俺画面なんだけど、うん、で次からあの俺編集で細かくこれって切り替えると見てる人がわけわかんなくなりそうだから、うん、最初は俺か、まあこう切り替えるけど一応最初誰か半分ぐらいで誰かに着替えて半分最後ぐらいまでは誰かっていう時間で3割しようかなと思って。あその方がなんか見ててごちゃごちゃならないなと思ってね。まあそれの方がいいかもね。だからまあ見てみて誰が真ん中最初真ん中あとでこうあの山があるかだけ確認してから映像を俺のところ全然山ねえぞビビって君らの後ろにガクガクしてるだけだからねだから真ん中あたりがいいかな。そうなると俺最近面白かったのはさ、うん、まだ絶対動画にはされないんだけどさあとリグが使用できないところってあったじゃん。あったあったそこでさ隣のヘルペーンって開けた瞬間ビッて夢のからペーンって飛び始められておいそういうのがねそういうのはどっちか使うだろうなおいいやまああのね確かリプテンがいた場所があの証拠があった場所で、うん、そのパスワード入れるために敵子がいるペンって閉めるのが分かんないけどタイミングこれが対岸の扉ペッて開けた瞬間ペッて閉めたもんねダメですガチャおいアートラスト面白いんだよ、うん、でもただパソコン限定なんだよね、まあ、あんなあのチンがあの盲チンするやつはねちょっとプレイステーションじゃ許されませんよ。海外版のやつはね1、2とか出てるんだけどさ、うん、まあこれは出ないだろうね。なんだろう、まあ、早期アクセスだっけ今は、うん、そうだっけ全然見てない。そういう系だとプレイステーションじゃ出せないもんね。やろうぜみたいなこと言って、ね、あのベンベンベンって買ったんだけど開発途中です。アクセスプレイスだね。でも楽しいよね早期アクセスにしよう、うん、ミキが苦手だろうねでもまあ、得意ではないだろうね。ワンやってね、面白かったから。正直なんかチンチン一人でおすすめの一番上チンチンめっちゃ出ますだってロード画面で出てくるもん。そうそうそう、ロード画面でチンチン出してるもん。うん、なんだ近寄ってくるし。そうなんだよ。で丸出しが近づいてくるの。丸出しが近づいてくるね。いやもう単純にセクハラやしかもあのあっちは不可抗力だからあそうなの。エログロだからねメインがね。あっち色要素あんの？霜要素じゃなくて霜要素はねでもねその霜グロい強めのちょい霜みたいなやつが多いんだよね。なるほどでしょ俺がパソコン買って新しくした時に、まあ、こいつは多分捨てないからサブ置きするから多分それでやるぐらいかね。やれるかどうかっていう。あのババマジでさあいつ厄介だよな本当。この業界もババアは厄介なもんか。
そう、ほら、あの現実世界でもババアって厄介じゃん。まあそれはそう、手に変なものつけるとてまともなやつもいるかもしれないけど、まともじゃないやつも多いからさ、割合の問題でね。そうなんです。いや、このゲームは素晴らしい。最初ほんと VR ゲーかと思ったんだよね、つけてるから。ああ、そうです。そしたら全く VR じゃない、 VR ちゃうんかいって思ったよ。でもよかった、まあ、そこまで言ってみたら VR 対応でとかもほんとできそうだけどね。そういうの、いや、俺 VR 対応じゃもっと大変になるよ。超むずいだろうし、超怖いだろうな。終わった頃には多分全身びっちゃびちゃだろうな。やりてえな。でもなんか、でも言ってたらなんかさ、ひょっこり出してきそうじゃない。うん、可能性はある。俺ね、正直ね、本当にね、ゼロじゃない。 VR も欲しいんだよね、プレステのバイオがやりたいんだよ。 PSVR って今いくらな。69,000円。普通にだけよ、プレステ5買った方がいい。持ってない人なんて欲しいわ。買うかな。楽しいだろうね。うん、俺は多分やらないだろうけど。俺さ、パソコンで接続しても無駄だからさ、割と。ああ。もう性能が間に合わなくて、パソコンフォビアも最低にしないと見れないし。さすがに使ってる歴がね。長いからね、対応しきれないっていう。ロコモだって結構いい年でしょ。そうだよ、6、7年以上じゃない。そんな使ってんだ。うん、はあ、限界よ。普通にデスクトップのパソコンってさ、うん、寿命って大体どれぐらいなんだろう。5、6年。5、6年。それを頑張って今俺は多分10年近く使おうと思ってるからね。もう5年くらいでも性能がガタガタしてくる、うん、大体。だって先輩経年劣化もあるからね、そこは。アップデが多すぎるの、どれも。データがいっぱい来るとだるいよな。とりあえずまあパソコン切り替えられるの、まあでも後だけどね。一番優先順位で欲しかったのはこれだから。そうね、椅子が欲しかったから本当よかった。何よりも健康害者だから。そうなんだ。先週だっけな、そのさ、座椅子欲しいって言ってさ。あ、言ってたね。言ってたじゃん。座椅子俺椅子欲しいっつってさ、うん、俺が後回しで後回しで言ってたけどさ、あこさんからその相談されててさ、ほんとさ、言おうか迷ったんだよ。いや、言うたってあれよ、今年中には買わんよ。だって金ねえもん。そう言ったから、これはなんか俺は一瞬止めにでも入った方がいいかとか一瞬すごい悩んだけど、あ、多分これは最後まで隠すから断ろうっつって、お湯かせに、まあ別に椅子は後回しでいいよって。大丈夫、後でいいんじゃないの。だって、あの背もたれをなくして強引に背もたれをつけて、背もたれとして利用が全然できてないあいつ6ヶ月間使ってるから。6ヶ月、多少慣れてはいたよ。でもこれをはね、もう本当にもう私の中で慣れるどうこうとかの問題じゃなくて、本当に健康被害が出ちゃうから。もちろん、めちゃわかんだよ、背中痛い、うん、背中痛いっていうか腰が痛くて背中の筋が痛くなったりとかして、大変よ。もう本当は生活的にはきつかった面が多いね。きつすぎるよ、うん、今は随分いいよ。マジでリアルで今一番欲しいのはこれとエアポッツだから。そうね、原因的にはどっちも壊れてるだからね。でも単純にもう年エアショーツなんて多分 2,3 年持ちゃいい方でしょ。だってだと思うよ。いや、俺の場合外に持ってきて毎日使うからさ、どうしてもね、それ風に当たってどうしてもちょっと早まっちゃうとかもあるからね。そういう系は、そうなんだよね、難しいよね。エアポッツの第二世代っていくらだっけな。おいくらだよ。16,800円。39,800円。はいばい。タイプ C に変わってんだよね今ね。ああ、あいつも。ちょうど俺携帯タイプ C だから今。まあ、タイプ C の方が大体充電早いんだっけ。そう、俺15だから。あれ今なんか急速充電用のやつも買ったの。買ってペッて挿したら1分ぐらいで15ぐらいだもん。15、20ぐらい一気にだもん。あ、ほっといたらね。むちゃくちゃ早くてさ、逆に迷惑だよね。びっくりするよね。あんだけ早いとね。あ、こんなすぐ溜まるんっつって。ちょっとやめてもろてと言いたくなるぐらいの。AirPods は、3回払いで 13,000 円でいけるね。買おうかな。まあ余裕ができてからでいいんじゃない。余裕できてない。そうなんだよね。
その余裕がさっつって、まあ AirPods が欲しいでしょ。ポッツ優先順位が一番低いのは VR とパソコンなのよ。高すぎる。そうね。で、あと旅行行きたいっていうのは優先順位高い。うん、旅行だな。旅行資金を貯めてからだな、考えな。でも12月は出費だらけだから。誕生日らしい。そう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 。うちの兄もいるし。すごいよね。やばいよ、ほんと。でもそこまで誕生日同じ月で固まってる家族って珍しいな。実際だとうちの父親も12月だからね。同じか。しかもお母さんの一個前だから家族の中で青さんだけよ5月。俺だって2月に生まれる予定だったのが12月に生まれてきた。もう我慢できなくて出てきちゃった。我慢ができない。バリ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 おぎゃほんと出てきたのが早い。12月パン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 でしょ。14、15、20、26だから。すごいね。でもね、本当迷惑だよな。うちの大家族だけなの誕生月かぶってるの俺と姉さんぐらいしかおらんから。誕生日かぶるのって今思うとすっごいめどくさい。あとが本当に困る。その月1年間のうちのその月の出費率がやばすぎる。やばい。その日の時だけダメだよ。ちゃんと稼がないとだと思うけどね。だってもううちの場合はプレゼント渡して終わりじゃないからさ。プレゼント渡して飯食ってとか。しかもプレゼントも1個じゃなくて何個か買っちゃうからさ、癖で。これかなうん、まとめてこっち。そうなっちゃうんだよね。それが一番良くないんだけどね。そうついやっちゃうんだ。いや、誕生日は大事にしてる。必ずしようと思ってるからね今は。誰かあれ構わずまあ第一誰かね、自分の欲しいものをね、やっぱ欲しいものね、買ってあげたいっていう気持ちがあるんだけどさ、自分が何欲しいって言われると何だろうってなるんだよ毎回あれ次じいさんだよね。おじいやね。1月だ。そうだ、1月です。何が欲しいんだろう。なんだっけ、去年は BF を投げ分だけに行ったからほらしたらすぐプラスで無料で出やがって。おい、何に渡せばいいんだろうな。来年なんかあるか。今出てるやつであの人にやりたそうでまだ持ってないやつ出てこねえわ。なんだろう、ゲームかなと思うんだけどね。やっぱファイブも持ってるわけですし、持ってるからね。持ってますよね。手に入りやすくはなったからね。やってるゲームの共通点はそこそこなんだけどね、昔から。なんかある？スパイダーマン。絶対やらないと思うよスパイダーマンやらないだろう。多分やらないだろう。まあそっち系は多分やらないと思う。何がいいかな。あの人あの性格なのに割とあのバリバリの戦闘系のゲームしかやらんからな。そうよね。あの人も戦闘民族だからさ。予約して買ってあげないと。なんかあるかな。でねーん、ステルスな5は絶対やらん。いや、テイルズとか開けたとしても多分やんねえんだよな。だよね。一人でやるのはちょっとって言い出しそうなんだよな。DLC が出たらぶん投げるか。ゴールドエディション。ゴール
ことでしょ、そういうのが出たらね。あ、そう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 、シーズンパスじゃないけどさ、強引にバイオ4を渡そうかと。泣くぞ。やるやらないじゃない、やるんだよって言って、まずやってみるから面白そう。そうだったらまあなんとか、いけるか、まあいけるか、いけるいける、全然いけるよ。それは全くあれなんだけどさ、 PC の全然知識ないから聞くんだけどさ、あ、インストールとかする場合ってどっからすればいい？普通にこうやってあるところヘッドして右クリックして、うん、管理のところにアインストールって、そうするとグルーパーね、そしたらパソコンに容量ができるよ。そうそう、いや容量問題は深刻だからな。実はパソコン買わないのかな。プレステ5持っちゃってるとパソコンいらないよね。でもね、ぶっちゃけいらない。俺はさ、俺は実況とかにさ使うからさ、 あってもいいなと思ったけど、パソコンをちゃんと使える以上はあんまり利用しないっていうか、俺だって今回さ、もう12月だから、プレステの、あなたの今年のっていうやつでさ、何月に出るって、あなたはこれだけゲームしましたよってやつがあったんだけど、確か俺10月から10、11、12って1個もプレステ5でゲームしてないし。つけてはいるよね。つけてる、鑑賞用、鑑賞用ブライブばっか見てる。マジでもったいないことしてんなと思うよね。でもただね、ほんとパソコンで実況することが多くなっちゃってからね、プレステ5に回すね、趣味とかに回す時間が減っちゃうからね。そう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 なのよ。もったいないのは分かるんだけどね。そうなんだよね、しょうがないってしょうがないんだよ。言うてあたりもプレステ5ゲームのデイリーぐらいしかやってはないからな。何かさ、やっぱ個人的に好きなものが出てきたら買ってすぐやるけどね。そうそう、それこそ俺もバイオハザードが出たりすぐやるけどさ、それがないからね。そうですら、アーマードコアは本当になんかミッションの S ランク埋めたいなって時だけちょっと起動してやってるぐらいだから、普通にふわっとやるとね、すぐやめちゃうからな。早くサイレントヒルの新作とリメイクとバイオハザードの新作と、もしかしたらまた出る DLC とかをしてほしいんだよな、ほんと。あれやな、後半新作出るまでにアイスボーンもうちょい進めようかな、やるんだよな。俺もやろうかな。いやまださ、ミラバル監督がミラバリアンスか、やってないさ、アルバムも一気にしさ、なんかもったいねえなー今と思っちゃって、割とまあ中途半端で終わっちゃってる。そう、終わってるもんね。導きのうちのシステムが嫌すぎて、めんどくさすぎて嫌なになっちゃったからさ、はい、導きがね、なんかこう調整しなきゃいけないのがめんどくさいっていうか、ゲームを一定時間やらなかったらさ下がるならわかるけどさ、うん、こっち進めたらこっち下がりますよ、いや意味がわからん、ね、めんどくさい、マグの育成みたいな、そこの育成要素いらんのよっていう。とね、それが確かに俺もめんどくさくてやめた理由だな。それ以外だったら普通に、あとあれだ、いまだに古代史の森のマップが完全に理解できたな。ああ、はい、あそこ迷いの無理すぎる、細かいギミックとかもいろいろあるからさ。もはやでもな、またやると面白いんだよな、久々にやるとさ。楽しいんですね、ああいうの。でもあれなんだよな、導きのカスタム強化するのに絶対やんなきゃいけない要素だからな。そうなんだよ、めんどくさいんだよな。頑張ってやったのはあるな。でも導きは今ね、あれだよ、さ、レベル2で下げられるから、上げたくないところを無理やり下げて一定に集中することは楽になった。まだに導きのうちのレベルちゃんとなんか解放されてなかった気がするんだよな、全然進めてなくて。どこまでやったっけな、なんかあれが使えるようになったんだよな、なんだっけ、なんかのね、首輪でね、すごい導きので行かなきゃいけないやつをね、解放、なんだっけな、首輪かなんかのやつね。五石？五石だっけ。ああ、多分あれだよ、総意の強化だよ。総意の強化だったっけ。あの辺になってくると総意の強化で確かに、なんかそれつけてる、1個もつけるだけでそのスキルがもうマックスでなるみたいなさ、うん、
やつだったんだよ確か。匠じゃなくてね、あれかな、あの飲んだら全員に反映されるみたいな攻撃かな、あったっけな、なんかねすごいめんどくさいやつだったんだよね。大体のクエスト、クエストてかあのその辺のやつは全部終わらせてたけど、導きで記憶にない、多分あのアッシュの、あの首モコモコのやつにちゃう、名前忘れちゃったけど首モコモコのやつ、そうそう飛んでてさ首モコモコで、あーパオウルム、パオウルムのあアシュいるよね、あいるいるいる、アシュの歴戦とかっていうレベルのやつをあの来させてぶっ倒して、そこでしかもう取れないなんか素材みたいのがなんかはーあれの手 なんかあった気がするね、あの導き素材なんで、そうそうそう、でそれでそこから得たものでしかできないやつをじいさんと2人でやってて取れて、おやったーこれでできるっつってやってた覚えがあるな。もう帰りてえな、今どの辺まで住んでるか全く分かんないから何も言えないの、途中から俺片手剣でなんか別キャラで遊んでたからさ、みんなでほらやってたじゃん、別キャラで、ね、やってたろ、もう一回でもそれの続きやってもいいなと思うけど、合わせるのがだるくなっちゃったんだよ途中から、いいんだよ別にそれ合わせなくても、メインキャラですらちゃんとエンドコンテンツまでたどり着いてないからやんなきゃな。俺一応ソロ討伐したぞ。いや、マジ？やりますね。ああ、モンハンは一人ではやれないな。なんか飽きちゃうんだよな。ミラはなんとかソロ討伐はした。ミラとかだってなんかもうガンナンサウルだったら一撃食らったら死にそうなイメージ強いのよ、勝手に。じゃあ知るよ。死ぬんだ。普通に死ぬよ。ですよね。もう食らうな。基本食らったら死ぬよ。戦士でも死ぬ。ですよね。あれだな、移動式バリスタ使ってみたいって毎回思ってるわ。キーダダダダダダダ。あ、楽しそう。あれは鬼ですよ。あれはまあ1回目の滅却まで持っていかないと。やろうかな。なんかインストリしようかな。メインの方でね。次は。他の武器も使ったこと、使ったある多分ね、今や始めてね一番めんどくさいのはアルファだと思うな。あいつ属性武器であの弱体化させないと死ぬ。属性武器で殴るんを属性抑制しないと。あ、3つの属性なんだっけ。あいつが火の形態の場合氷でぶん殴らなきゃいけない。火のあの氷の形態やったら火でぶん殴らなきゃいけなくて、あくそめんどくさいけどね。どっち竜の形態だったらどっちかもどっちかでいいんだけど、しかも火の形態で火の武器であれいけないから、でボトルガンも使えねえし、あのちゃんとあの弱体化しないとマジで詰む。属性だもんな、棒ガンじゃきついんだよな。弓だけど属性弓なんかやったら弓だったら大体作ってた気がするな。結構頭ぶん投げなきゃいけないし、普通に多分俺一番アルバが嫌い。帰ったらもう一回インストールするか。一回で済まないのあんま好きじゃなかった。何回も行かないとじゃん。もう装備作るのには あれは面倒くさくてね。まあ分かるけど、あいつを撃退できないじゃん一回じゃん。そうね、もうミラも今回そうなんですけどね。それがねあんまり好きじゃなかったんだよ。撃退システムがだいぶ前から消えてるから、何回も同じこと繰り返さなきゃいけないの。なんかそれよりなんか単純にその一回でちゃんとぶっ倒して素材取って帰るっていうのはまだそうじゃないと、なんかねだんだん飽きてくるんだよな。やっと倒したと思ったらろくでもないものだ。体力とかさ分かればさある程度モチベーションであるんだけど、お前はいつ死ぬんだいって思いながら大型と戦うのがね。後半なんてそりゃそうなんだけど、周回ゲーだもんね。月内ほど。ちなみにあのミラゴリアスに関してはあの頭に段階破壊しないと絶対落ちないところあるから。怖っ。疲れるよな。ちなみに頭壊しないとあのスプレスが痛くて死ぬ二段階。何話してんだい？パラの、なんつうの？パラ
アラノイド。アラノイドだね。アラノイドっていうなんかゲームがね、ウィッシュリストに入れてたっぽいんだけど、なんだこのゲーム。なんだこれ。今やや不評。サイト系だからなんか規制していくゲームか。パラサイトのパラノイドのパラは多分そうだろう。で、ノイドだから多分アンドロイドとかそっち系的な意味合いだと考えたらって感じかな。レクツゴーオライオスだからさ、どういうゲームなのかを知りたいんだけど。おっ、パラノイドだね。妖怪要素バンバン。でもね、覗きゲーな。男のロマンゲーじゃん。男のロマンゲーにも程があるんだな。でもそういう時はやっぱりですよ、露天風呂行かないと。いいね、ロマンだね。マジでただの変な人。お、足元から出して目が黒い白目の部分が、ああ、でなんかこっかりさ、うわー、おまーい、あ、悪魔のことだねやっぱね、恐ろしい。一回遊んで終わりゲーかな。でもそのゲーム、そういうゲームってそんな感じになるよね。一回やればいいかな。いやー、欲しいものいっぱいあるんだけどね。欲しいもの。ゲームも含めていろいろね。欲しいものか。でも俺が欲しいもの高いんだよ全部。高い男ね。最低で5,000円、あ、最高で20万以上。パソコンだね。今何万かなって計算したらもうえげつないんだよね。ちょっと計算したら大変なことです。27分も撮ってます。気がついたらフリーすぎると思います。まあ、いつものことだわな。うん、まあ、来週は、うん、今年最後ということで、はい、あれですよ、忘年会ですね。忘年会メンツはこの3人の3人に、うちさんとハコさん4人で忘年会、まあ、イサゴ行ってね、飲むの。今年最後でしょ。飲む、飲んで食って、飲んで食ってですよ、という感じでございます。いやー、楽しみでございますな。1人3200円なんて安いよ。安いよね。うん、青さんからお金もらってます。パク出せないか。そうパクもらったから。なんてこと。すっとね、嫌すぎるな。ちらとしても嫌すぎるんだよ。そこでもしないと。じゃあということで、はい、ここまでです。お疲れ様でした。